どうもリロイ太郎です。3月7日あ違う8日違う間違う6日の Vlog を書き留めたいと思います。今日1日がどんだけ充実した日になったのか、早速ではございますが見ていきたいと思います。レッツゴー。花粉がすごいです。おはようございます。今日もリロイ太郎の文字はかっこいいと言ってスタートさせていただいております。起きました。起きたら首を寝違えててすごく痛かったです。 YouTube 見ました。ニューヨークさんのニューラジオをずっと聞いちゃいました。でその後さすがに6時間聞いてるのはやばいということで外出しました。ね、自転車に乗って出たわけでございますけれども、自転車で出るの気持ちいいななんて思いながらいたら、あ、まあ気づいたらちょっとパチンコでも行ってみるかということでまたパチンコに行きました。で8時半までパチンコやって1万発出て7000発出て、結果的にはもうこんなにたくさんもらっちゃったりなんかして5万円勝ちましたね。パチプロになろうかしら。終わりです。はい、という感じの一日でございました。今日はもう本当にもうクズみたいな一日でしたね。完全なるクズみたいな一日でした。もう朝一で起きてニューヨークさんのラジオをね、5時間近くずっとニューラジオを聞いて、あーいいな、俺たちもニューラジオっていう名前でやりたいななんて思ったりもしつつ、プラスアルファ、ニューヨークさんのラジオにゲストでね呼ばれるぐらいの芸人になっときたかったなっていう思いがすごく強かったです。そして今日はですね、こんな感じで終わってしまったんですけれども、これじゃさすがに味気ないということで、もう一つ VTR を用意してまして、2月7日に、レインボーの池田に歌ってもらった僕のオリジナルソングがありますんで、こっからはその VTR の Vlog を40秒間ぐらいの短いものなんですけれども見ていきたいと思います。聞いてください。ダンディロイ太郎、ダンディロイ太郎、ディロイ太郎、涙こぼして何を思う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 。最高です。最高の曲いただきました。ありがとうございます。頑張りましょう。18期生時間余ったらかなちゃんの話しよう。終わりです。はい、という感じでございましたね。この歌自体は池ちゃんが、僕が養成所でね同期だったんですけれど、同期で養成所の頃から歌ってくれてる歌なんですけれども、吉本坂46ですごいメインを張るメンバーになりながらもすごい気さくにいつも話しかけて交流してくれる池ちゃんには頭が上がりません。上がってる状態ですけれども、でもその池ちゃんが歌ってくれた歌をこんな形で披露することができてすごく光栄に思っておりますんで、今後とも、また Vlog で実は、こんなのやってましたとか、上げたんだけど早送りでちょっと見れなかったよっていうのがあれば、またちょっとタイミングがあれば紹介させていただきたいと思います。というわけで今日はここまで。じゃあおー。